バルアサエリアイは、ジャパンラグビーリーグワンの埼玉、パナソニックワイルドナイツに所属する、ラグビー選手。埼玉県の正友深谷高校、埼玉工業大学を経て、2013年、パナソニックワイルドナイツに加入。同年10月5日に行われた、ジャパンラグビートップリーグファーストステージ第5節のコカ、コーラウエストレッドスパークス戦にて、途中出場で公式戦初出場を果たす。 2014年、日本国籍を取得した。2017年11月4日に行われた、リポビタンディチャレンジカップ2017オーストラリア代表戦にて、途中出場で日本代表初キャップを獲得した。また、同年12月には、サンウルブズの2018年スコットに選ばれた。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。 大学時代、ラグビーオフシーズンの時は、農家でバイトをしていて、ザ、鉄腕、ダッシュに出演したことがある。日本国籍を取得した際、日本名に、夫人の名前の一字を入れた。その夫人の王子は、コメディアンの萩本金一であり、浅サ自身はまだ、萩本金一とは対面したことはないものの、電話で激励を受けたことがある。浅サリバルに関するカテゴリー。 ありがとうございます。